皆さんこんにちは、歌の宅配便寺本圭介です。いつも応援していただきましてありがとうございます。4月10日に新曲頬ずり発売になりました。おかげさまでね、有線もう発売から1週間で有線チャート第1位をいただきました。皆さんありがとうございます。そしてオリコンヒットチャートもね、出だし好調でございまして、もう皆さんに可愛がっていただきながら、3部作ということで、実は3部作なんて皆さんに言われておりますけども、望郷本線、折り鶴夜曲の作詞大賞にノミネートしていただきまして、そして今回はさらに、強烈な歌詞をということで、親子の絆を歌いました。歌を歌わせていただいております。歌の中身はお通夜の晩のお話です。お通夜の晩に、亡くなった母さんの不思議の中から息子を心配する、喪主を務める息子をすごく心配する、そんな歌をいただいております。この詩は大丈夫かななんていろいろなことを、皆さんがね議論してくださいましたけども、ズバッと来る詩がすごくいいということで、たくさんの皆さんに可愛がっていただいております。発売して少し経っておりますけれども、皆さんがねこれからたくさん応援していただきまして、これから年末の賞に向けて頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。寺本圭介の新曲頬ずり頑張ります。